It was actually nothing I've seen before. Very mixed and beautiful. A lot of different kind of music, and it was really great. The program was so interesting, you know, from all over the world, I would say. 高観客が語るのは、先週末、音楽の殿堂、ニューヨーク、カーネギーホールのザンケルホールで行われたコンサート。ここで歌われたのは、そう、日本の民謡、そしてオペラ。この日、音楽を通じて文化交流を図るトランセンディングボーダーズと題して行われたコンサートでは、日本やヨーロッパの音楽をはじめ、国際色豊かな様々なジャンルの音楽が披露されました。ステージに立ったのは日本人テノール歌手の世界さんら、日本国内外で活動するアーティスト、ポール・マッカートニーなど著名アーティストのツアーサポートや、ハリウッド映画音楽のスコアも手掛けるジャズギタリスト吉田二郎さんがコンサート全体をプロデュースしました。フィリピン出身で80年代日本のミュージックシーンで人気を博し、今ではジャズシンガーとして活動するマリーンさんが圧倒的な歌唱力で観客を魅了すると、スティービー・ワンダーのツアーで合唱の監督も務めた実力派ボーカリストマーロン・サンダースさんが黒人霊歌やサンバを披露。そしてテノール歌手の世界さんがアリアからポップス、日本歌曲まで10曲を熱唱。日本語、英語、そしてイタリア語の曲からインストルメンタルまで、さまざまな音楽文化が堪能でき、終始観客を楽しませるステージになりました。It was wonderful, and the wayAll of the singers in the end, the way they performed together was wonderful. And their voices, they're all so different. Everybody was great. I loved it. 日本の色をすごく出してたんですね。ですからこれ多分ニューヨークでも受け入れられるインターナショナルな素晴らしい企画だったと思います。国境を越え異国文化が混じり合うこの空間で、夢を実現させるインスピレーションを観客に届けたいと語るのは、メインパフォーマーの世界さん。まずね、無事終わってホッとしてます。とにかくクロスローズオブクール、もう異国異文化の交差点っていう感じで、吉田二郎さんがやっぱり日本の曲もあれば、英語もあれば、やっぱりそのアフリカみたいなアフロブルーみたいなのがあったりとか、とにかくそのやっぱりニューヨークなんで全世界をこうイメージできるものということで構成をしてくれたと思います。実は世界さんはビジネス書のベストセラー作家でもあるカリスマ経営者の小栗茂雄さん。世界として本格的に声楽を始めたのが50歳で、その際カーネギーホールのステージへ立つという目標を掲げ、それが実現したのがこの日のコンサートでした。ニューヨークに住んでたことがあったんですけど、なんかその歌を始めた時にやっぱり世界トップに何かでなれないかなと、でやっぱりカーネギーホールの前を取った時にこのホールでもし歌えたらいいなと思って、ずっとカーネギーを目指してきました。本業と両立させながらの秒刻みのスケジュール、その中で徹底的に喉をケアしながら週 4、5 回の練習を重ね、念願のステージへ。日本から15年ぐらい離れているので、ふるさととか日本の歌がとても心に染みて、ちょっと涙が出そうになりました。有言実行で本当によくやり遂げたと思います。次へのステップへ行く、そういうな一つのマイルストーンになったと思いますね。まだまだ終わったばっかなんで、まだちょっとよく分かりませんけど、いろいろ世界の人と歌を聴いていただけるように、まだまだ努力を重ねていきたいと思ってます。